ある日、夜の遊園地へ連れて行かれた僕はチームブラックアウトのメンバーたち、そしてヴァンガードに出会った。カードファイトヴァンガードオーバードレス、好評放送中。加賀地方の1週間の天気を見ていきましょう。今週は天気が変わりやすいです。本当美味しい。ただの目玉焼きなのにね。やっぱりゆうゆうは目玉焼き作りの天才。特別に分けて信ぜよう。僕は、あんたね、醤油とかソースとかナンセンス。やっぱりケチャップよ。濃厚な黄身、ケチャップの甘みと酸味。何よ、ソースだって美味しいわよ。いただきます。いやいや、何度でも言うわ、ケチャップよ。あ、そうだ、ねえゆうゆう、今日は約束の日でしょ。ゆうゆうちゃんかわいい。私のメイクもなかなか冴えてきたんじゃない。ほんと飽きないわね。ゆうゆうも嫌なら嫌って。ゆうゆう、あんた本当に男の子でしょ。私って天才じゃない。まあ素材がいいから。芸術的なカットで原石は輝くのよ。ゆうゆう、写真みんなに見せていい？それはちょっと。私は動画を。それはもっと。あ、ちょっと待って、動画を撮るなら、これつけてもらおう。あら、歴戦の武士は合戦の時晒しを切り、綺麗なふんどしを締めて覚悟を決めたというわ。内面から変えていくの。ちょっと待ちなよ。赤にすれば。ダメダメ、今日のテーマは清純なのよ、裏はいらないの。難しいな。見ればわかるわよ。デザインはこれでいいの？お姉ちゃんの仮装か。ゆうゆうどうする？私はこれがいい。たった一言なのに、どうして僕は嫌って嫌って言えないんだ。Stoikea, Broad Gate. Five types of overdressed dark decks available May 14th. Bushy Road. Hey everyone! The next stage will be in Vanguard. It's gonna be a sparkling live concert. Van Dream Film Live, now on sale. They're so cute! Bushy Road. Aww. どうしよう。彼女、何してんの？ねえねえ、暇？カラオケ行こう。カラオケ。いいじゃん、楽しいじゃん、カラオケ。行こう行こう。ちょっと、嫌がってるでしょ。あ、嫌がってる。うわ、あ、いいじゃん、可愛いじゃん。
マジいいよ。カラオケ行こう。その手、マナー違反。ゴー因果応報。行こう。大丈夫？ありがとうございました。あなた可愛いからはっきりノーって言わなきゃ。あ、そのぽああいうチャラいやつ最低。ウェイ、マジ可愛いだって。男なら兄貴みたいにガッとしてほしいよ。ガッと。お兄さん？あ、本当の兄貴じゃないんだけどね。誰にでも兄貴みたいにさ、おせっかいっていうの？頼りになるし、物知りだし、優しいし。私もいろいろ助けてもらったんだ。好きなんですね。はい、違うって、そういうんじゃなくって、もっとこう、強い絆みたいな。そんな尊敬してる的な。そうそう、それそれ、リスペクト。オマージュ、インスパイア。はあ、女の子なのによくわかってるじゃない。いや、ぼ、あ、名前まだ言ってなかったね。私はめぐみ、あなたは？ゆうゆです。ゆうゆちゃんか。その靴、男物だよね。カバンも。あのさ、もし困ってるなら力になりたいんだけど。兄貴も紹介する。いいんですか？いいんだって。みんなも歓迎してくれると思う。みんな？うん、夜の遊園地のみんな。いや、夜の、うん、たまり場かな、私たちの。あら、また会ったね。もう行くしかないんじゃない？カラオケ。しつこい。ちょっと、それはないんじゃないの？こっちは少し遊んでくれれば、蹴られたことは許してあげるって言ってるのに。自業自得。ははどうなってもいいのかな。どういうこと？俺の美声が聞けなくなるんだぜ。聞きたくないって言ってんのよ。なれ！鳥の糞だ！くっさ！ちょっと拭く！ちょっと拭かないで持ち込まないでよ！落ちるの！これ汚れ落ちる！くっさ！変質者発見！これは違うんです！むしろサービス的な！確保！行って！決まってます！ゆうゆちゃん、行こう！はい！知った。すね、すごい胸がドキドキして。なんかいいかも。女同士の友情って感じ。私こういうの初めてだ。女子同士で笑い合ったのとか。ねえ。こうすると涼しいよ。はい。よし、やっぱりうちにおいでよ。夜の遊園地のみんなに紹介するからさ。あの、そのことなんですけど。何？夜の遊園地って、あの廃墟のテーマパークですよね。人さらいやお化けが出るっていう。不良のたまり場だから近づいちゃダメって。なるほど。身長155センチ、15歳の男の子。昼に家を出てから帰ってこない。はい。ああ、これですか？はい、データ受け取りました。ではまた連絡入れます。ったく、まだ夕方じゃない。年頃の男の子なら普通でしょ。最近の、あら、この子めぐみといた？大丈夫だって。でもお化けなんて出ないし、みんないい人たちだから。でも、ゲッ、マジ目覚めそうだったわ。うわっ、あー
もひでえ目に合わせてくれたな。は？そっちが勝手に絡んできたんでしょ。ならもっと絡んでやるよ。そこ動くなよ。ナイスキャッチだな。大丈夫か。そうやって自分で言っちゃうとこ好きだよ、男児。実際ナイスキャッチだったじゃねえか。兄貴、ザクサ。なんだよ、あんたら。こいつの兄貴だ。この人が兄貴さん。そ、かっこいいでしょ。大きい。そ、いろんな意味で大きい人なの、兄貴は。で、女を傷つけるのはなしだ。もちろん男も傷つけちゃダメだ。動物だってダメだ。あとなんだ。まあジュースは人に向かって投げるものじゃないよ。男児、喉乾いたんじゃない？おう、ちょうど喉乾いてたとこだ。バカなのか。おめえは口を挟むんじゃねえ。なんだよ、空のペットボトルじゃねえか。それくらい俺でもできるぞ。じゃあ力比べといくか。じゃあこれ。いいシワだね。破けねえのかよ。これ今週号だからまだ読んでないから。いかにも瞬時の判断だ。なんだこいつ、うぜえ。ほらほら、落とし物全部返せ。嘘。ああ、拾ってこいよ。え？返してやるって言ってんだよ。はい、ちゃんと拾えよ。うまく逃がしてやったね。逃がして。兄貴は強く優しい人なの。ありがとう、兄貴、ザクサ。いいよ、楽しかったから。お前な。で、そっちのお嬢ちゃんは無事か。はい、 ありがとうございました。朝飯前のお安い御用。何照れてんの。照れてねえ。で、その子は。あ、さっき知り合ったんだけど、ゆうゆちゃんって言うんだ。あ、はい、はじめまして。この人は石亀ザクサ。どうも。で、こっちが例の兄貴ね。おう、桃山男児だ。ん？何赤くなってんの、男児。兄貴。そうだ、約束の時間だ、行かねえと。な、ザクサ。あ、ごまかした。年度はるばる来てくれる客人を待たせるわけにはいかねえだろ、ほら。ね、全然怖くないでしょ。あ、はい。めぐみ、その子訳ありなんだろ。うん、この子も連れてっていい？ああ、チームブラックアウトは来るもの拒まずだよね。兄貴、勝ってね。さ、私たちも行きましょう。もしもし、はい、お友達といるみたいで。はい、はい、わかりました。これは…いや…Card Fight Vanguard! Featuring many new units! They're so cool! Plan Selection Plus, Volume 1, now on sale! Whoa, they're all shimmering! Bushy Road!
featuring many new units. Cool is what they are. Clan Selection Plus, Volume 2, now on sale. Shimmer is what they do. Bushiroad. Just wait a minute. Megumi-san? お待たせめぐみさん行こうこっちよその格好この服は私の戦闘服ここに来るときはこの格好なんだうわ戦闘服 It's my Vanguard style ようこそ夢の広場ワンダヒルへこっちよどここでヴァンガードファイトするのヴァンガードってカードゲームのあの人今日は負けられないファイトなの兄貴は負けないけどねようこそゆうゆちゃん今日はとてもいい夜だ渦み火のように姫やかだがとても暑いゆっくりしていくといい19連勝雑魚狩り自慢は感心しないな対するはそう言うなよやればわかるだろお前が雑魚かどうか誰か俺を止めてくれ桃山ダンジさあ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 いざ尋常にスタンドアップヴァンガードドローしますスティーブ偉いだしスキルを発動マットコールだターンエンドだトーヤのドローだダンジの伝説を終わらせることができるかポータにライドしてスキル発動体勢を整えていくアタックだバンガードでバックノーガードトーヤ連続攻撃だノーガード両者トリガー乗りました全く守らない迷いすらしないか手持ちが不安でね手堅くいくささらに追加のドローで手札を増やすヴァンガードへアタックだトーヤはノーガードで手堅くかダンジターンエンドでトーヤのターンですもっと豪快な男かと思ってたぜペインキラーとフォートの位置を入れ替えてヴァンガードでアタックだガードは死ねブーストしたフォートでアタックだガードは死ね以前トリガーは出ませんターンエンドだ随分やりくり上手じゃないか予定通りって顔だなお勉強してきましたっていう打ち回しだブルースへライドだけどよこれは狩りじゃないお互い必死なら万端準備しても簡単にはいかねえ下がることは許されねえ恐ろしくとも手を伸ばす必要がある生き残る道はたとえ闇の中にあったとしても何を言ってんのツインドライブゲットクリティカルトリガー血がないどうしたターンエンドだぜ楽しくなってきたかスタンド&ドロー準備は整っているこのターンでこのデッキの真の力を見せてやる簡単に捌けると思うな残された道がどれだけ細いか知るがいいガードだダークストレインでブーストバスティオンでアタックだノーガードあーっと貴様舐めてるのかなんだ気に入らねえかクリティカルが出ればダンジのドライブチェックだ早くしないいさ引いてやるこの一点勝利を分かつ分水嶺分かるか何を言ってるお前の負けが決まるって話か覚悟の話をしてんのさ
どうした？聞けなかったか？俺はまだ何も。聞こえないのか？この歓声が。まだターンは終わってない。アタックだ。全てガードだ。お前のターンは終わりだよ。勝負に耐え忍ぶことは必要だ。困難の中勝利を手にするには覚悟と勇気がいる。暗闇の中歩みを進める必要がある。理屈の鎧は安心を変えるが、その安心が油断と怠慢を生んだな。ダメージに簡単だと思ったか。甘いぞ。その程度か。それが勝負する男の目か。もっと熱くなれると思ったが、これで終わりにしてやる。程度耐えられないと思ったか。見せてやる典型の剣を。そうだ、それでこそ叩きつぶす価値がある。いい気分だ。俺も見せてやるよ、覚悟の塊を。魂に響く一気火星の暴虐のビートだ。これがバイオレンスブルース桃山バンジの威力か。最後の粘りは見事だった。またやろうぜ。またやろうか。必ずだ。次は必ず勝つ。やられちゃいましたね。うるさい、想定が甘かっただけだ。ダンジおめでとう。あのすごかったです。僕感動しました。熱くなってなんて言ったらいいか。わかる、兄貴のファイトは他とは全然違うんだから。はい、全然違いました。やっぱり兄貴の凄さは女の子にも伝わるのよ。いや参ったな。ゆうゆくん男の子よ。あ、ゆうゆちゃん紹介するね。実況でみんなのファイトを盛り上げてくれてるトマリだよ。ゆうゆくん男の子よ。親御さんから捜索願いが出てて。お昼に助けてくれた警察官、あれ実はトマリなの。お姉さんのいたずらで女の子の格好させられたらしいのよ。ごめんなさい。僕言いたいこと言うの苦手で。嘘。めぐみちゃんはウープね。別に男の子でも仲良くすればいいじゃない。いや全然気がつかなかった。僕はなんとなく気づいてたよ。あの騙したわけじゃないんです。それにすごいって思ったのは本当に。分かってるよ、まだ若いってのに家出たやるじゃねえか。肝の座った大した男だぜ。あら、幅広い趣味なのね。ちゃかすなよ。ダンジさん、次の試合なんですけど。おお、今行くぜ。挑戦もう申し込みありますよ。強そうなやつだけだぞ。さあ、ゆうゆくん、お家に帰りましょう。待ってください。また、僕、またここに来てもいいですか。俺たちは、暇な時いつもここにいる。気が向いたらいつでも来な。歓迎はしないぜ、もうお客様じゃないからな。ほら、嬉しそうにしちゃって。ゆうゆちゃん可愛いから。いや、そういうのやめろ。止まり、何赤くなってるの。赤くなってない。Vi Schwartz! Magical girls return to the stage of Vi Schwartz in a new story! Trial Deck Plus and Booster Pack Magia Record! Puella Maki Madoka Magica Side Story! Now on sale! Bushiroad! Vi Schwartz! Relive the tale of how the young girl met her guardian spirit on the stage of Vi Schwartz! ReZero! Starting life in another world! The Frozen Bond Extra Booster! Now on sale! Bushiroad!ねえ、心が
ダンジだ。今回は俺のディアブロス・バイオレンス・ブルースを紹介するぜ。こいつはライドしたターンこそおとなしいが、次のターンには一気呵成に天下無双だぜ。え、それだけじゃわからないって？しょうがねえな。一気呵成状態になればパワーもスキルもガガガーンと強くなって、ブルースは華麗にズババババッとかけるわけよな。最高のカードだろ。